おかちゃんチャンネル、略しておかちゃん。こんばんは。今週もやってまいりました、おかちゃんチャンネル、略しておかちゃんの時間でございます。ですね、暑くなってまいりました。もうね、スバは涼しいって、ずっと思い込んでたんですけれども、もうね、6月なんて5月よりずっと涼しいじゃんって思ってたらね、もう急にですよ、昨日じゃねえや、土曜日くらいから、土日はね、名古屋に行ってたんで、ちょっと諏訪の暑さには気づかずにいたんですけれども、やっぱり諏訪も暑かったみたいです。名古屋は言うまでもなく、暑かったんですけれどもね。だからね、今ね、収録のためにちょっと窓を閉め切ってるんですけれども、そのおかげでだいぶ暑くてムシムシしてます。まあね、エアコンなくても、僕の地元ではエアコンなくても過ごしてたんですけど、さすがにね、扇風機くらいは使ってたんで、僕もそろそろ、こっちの生活で扇風機もなしで過ごすのはさすがに無理だと思うんで、扇風機そろそろ買おうと思います。ですね、さっき言った通り、先週じゃねえや、この週末は名古屋に行ってきたんですけれども、ここでですね、ここで名古屋の思い出をつらつら語ると思ったか、お間違いだ。まあね、筆舌に尽くしがたい、またとない、経験をさせてもらったり、自分の中だけで独り占めしておきたい思い出あり。ということでですね、名古屋でのドライブにまつわる、話をしていきたいと思います。ドライブに関しては大体一人だったんで、それは誰も知らないこと。まずですね、僕は名古屋に行くにあたって、ETC をつけようと決心したんですよ。結構ね、休日割引だけで、その ETC 休日割引を、何回か適用されちゃったら、ETC をつけるもろもろの、料金を簡単にね、元取れちゃうみたいな感じだったので、 ETC つけることにしたんですけれども、ちょっとETC を業者につけてもらうのをお願いするとお金かかるんで、いわゆる DIY ってですね、自分で ETC をつけてみました。で、つけた後どっかでチェックするんじゃなくて、もうぶっつけ本番で ETC ゲートに突っ込んでたんで、これもし開かなかったらどうしようとか思いながら行ったんですけれども、無事ね、ポーンつって、ポーンってガシッてゲートが開いた瞬間で、ね、よしって感動しました。たかだか ETC ですけれどもね、やっぱりあれないと、多分僕のことですから、ちょっと料金所の、おじさんのところから離れたところに侵入しちゃって、車の扉開けたり、窓からすげえ身乗り出してお金を渡したりするんだろうなとか、容易に想像つくんですけれどもね、そんなところ想像したら、絶対もう周りの笑い物になること間違いなしということですね。ということで、これからますます暑くなっていくことが予想されますが、暑さに負けず、おかちゃんチャンネル、略しておかちゃんと一緒に、この夏を乗り切っていきましょう。それではですね、今週も最後までお付き合いください。おかちゃんチャンネル、略しておかちゃん。おかちゃんチャンネル、略しておかちゃん。僕の履歴書だよ。今週もやってまいりました、俺の履歴書のコーナーでございます。本当はね、履歴書のコーナーも5回のうちに、の志望動機まで喋り終わったら、それでもう終わりにしようかなと思っていたんですけれども、ちょっとね、前回の放送を聞き直した時に、言いそびれたことが、見つかったので、ちょっとこれは言っておきたいということでですね、補足的な、俺の履歴書リターンズということで第6回やっていきたいと思います。前回ね、入った会社の、
和やかな食卓を作るというコンセプトに共感したというところが、あるんですけれども、それと関連してですね、最後の3つ目に喋った夢、なんかこう若旦那の夢は喋ったけれども結局自分の夢は何なんだということを明らかにしてなかったんですけれども、これから自分の人生を考えていくにあたりですね、そのボート部時代に毎日の食卓っていうのがね、すごく日々に幸せをもたらしてくれたということはしっかり覚えていますので、僕は特に大きい企業に入るっていうのも選択肢としてなかったわけじゃないんですけれども、そして会社の都合でね、気持ちを変えられちゃったりするとどうしてもね、それに逆らうわけにもいかないでしょうから、どうしてもこう一人で食事するようになっちゃったりすると思うんですよね、家族がいたとしても。なんで僕はそのなんだろう、食卓っていうか、夕飯でも朝ごはんでもいいですけれども、もしね家庭を持つようになったとしたら、その食卓を、日々の幸せとして、そのなんだろう、自分の中の幸せのポイントとしてこれだけはちょっと守っていきたいなというふうに思っていたので、そういうコンセプトを持ってる会社だったら、そういうちょっとしたね夢くらい夢にこうなんというか会社も共感してくれるでしょうし、その手本を、会社が見せてくれると思いましたし、さらにそういう価値をですね世の中に、提供していけるっていうのはそこに自分の、思いがあるんで、それだったら面白そうだなと思ったところです。夢とコンセプトをちょっと絡めてみました。でですね、やっぱり周りには、中にはもう大企業に行ったらいいとかっていう人もいたんですけれども、なんか自分がこういうふうに思ってるっていうことをですね、当時、2人暮らししていた、一緒に過ごしていた、父にですね正直にいろいろ打ち明けたら、正直特に縁もゆかりもない長野に来るっていうこととかね、ちょっといろいろリスキーなところもあるんですけれども、一番面白そうな会社だっていうことを言ったらですね、もう素直に素直にというか、もうやりたいんだったらもう自分の思う方に行ったらいいっていうことをね、もうまっすぐに父には背中を押してもらって、それがすごい励みになってね、父はもういわゆる安定したでかい会社に、いたんですけれども、それにもかかわらずなんかそういう価値観にとらわれることなくですね、息子の僕に対して自分のやりたいことだったら、もう素直にそこに飛び込んだらいいと、温かく背中を押してくれたのが本当に嬉しかったですね。そういう父の、父と一緒の、過ごした時間があって今の僕があるんで、もう本当にそれもまた縁ですね。横浜のすぐ近くにビストロがあったことだけじゃなくて、横浜でそれまで単身赴任で一緒にいなかった父と二人で生活していて、いろいろ話をしたっていうこともまたですね、縁の一つかなと思います。今日はなんかコンパクトにまとまった気がする、自分の思いをストレートにですね、ということでね、この、俺の履歴書コーナーですね、今回で終わりにしたいと思います。ところでです、そこでね次回から新コーナーやっていきたいと思います。その名も諏訪町良いとこですね、タイトル諏訪町良いとこというふうに称しまして、ちょっと待ってね、原稿が出てこねえ、もうね言うこと決めてたのに最後でボロボロですよ。これが岡垣コリティだ。諏訪町良いとこ、諏訪に以外の人がここ諏訪に、長野県の諏訪に、行ってみたいと思うような、もしくはもともと生まれてからずっとこの諏訪にいた人に対してもですね、よそ者の目線からまた再発見というか、地元の人にとっては当たり前だった景色が実は外の人から見るとこんなに良かったんだみたいなことをね、そういう再発見を与えていけるという、与えていきたいということをモットーに、
やっていきたいと思います。こうご期待ということで来週からやってまいります。それでは今週も最後まで引き続きお付き合いください。おかちゃんチャンネル、略しておかちゃん。おかちゃんチャンネル、略しておかちゃん。今日の弾き語り、今週もやってまいりました。今日の弾き語りのコーナーでございます。今日はですね、特別版ということで、この間の週末に名古屋に行ってきましたので、その名古屋でですね、大学の友達がなんと、僕の魂の歌といつも自分で言っている、森山直太朗の桜特賞のですね、なんとピアノを練習しておいてくれたということで、それをですね、録音してまいりましたので、今日は僕の弾き語りではなく、ピアノ伴奏付きの桜読書を、お聴きいただきたいと思います。本当はね、ちょっと前に違う歌録音してたんですけれども、なんかね、これを後になって聞くたびにちょっと自分の中でもグッとくるものがあって、大して練習もできなかったんで歌声の方はちょっと怪しいんですけれども、気持ちは間違いなくこもっていますので、その気持ちが、リスナーの皆さんにも伝わればなと思います。それではお聞きください。季節外れですが、森山太郎の、桜読書。今週もエンディングの時間がやってまいりました。時間というものはあっという間でございます。今週もですね、先週設定したテーマについて、またちょっとした話をしていきたいと思います。先週のテーマですね、先週のテーマじゃない、先週決めた今週のテーマ、小学生の頃の遊び、なんでこういうテーマを思いついたのかわからないんですけれども、思いつきというのはね、時に面白いアイデアを出してくれるというんで、決めたんですけれども、それは置いとき、長くなっちゃうので置いておいて、僕小学生の頃ですね、よく前の履歴書のコーナーでは友達の家でゲームをテレビゲームをしている時間が一番幸せだっていう話をしたと思ったんですけれども、それも事実なんですが、その他にですね、よく放課後には野球をしてましたね。
まずとりあえず家に帰ったら野球道具持って、明るいうちはもうあの近くの公園に集まって草野球やろうみたいな感じだったんで、もう野球かゲームかっていう感じだったんと言いたいところですが、実はですねそれに続くもう一つ、その時僕たちの間で流行っていた遊びがあるんですね。その名もですね、陣付きっていう、あれこれ本当は合ってんのか今すごい心配になるんですけど、確か当時は陣付きって言ってたと思ったんですよね。陣付きって遊びは鬼ごっこ系のゲームかなんか、かくれんぼと鬼ごっこがこう混じったようなゲームで、電柱か何かにですね、鬼が、ちょっと目を伏せて、数十秒数えるわけですよ。その間にみんなは、その電柱が陣ということになってるんですけれども、その間に、その他の子供たちは、ボーイズ&ガールズは、思い思いのところに隠れて、で、鬼は人を見つけるためにその陣を離れてもいいんですけど、その離れてる隙に誰か他の人に陣をされてしまうと鬼の、負けということでですね、鬼はもう一回鬼をやらなきゃいけないというゲームで、ちょっとこの説明じゃ伝わんねえんじゃねえかっていう感じなんですが、本当は詳しくはウェブでと言いたいところなんですけれども、なんとこのゲーム、この間ネットで検索しても出てこなかったんで、ひょっとしたらこれ僕の地元のローカルゲームなのか、もしくは呼び方が地方によって違うのか、という感じかもしれませんですね。もうだいたいそれであっという間に時間が過ぎていった時のことを思い出すとですね、夕方になって友達の家からはそのお母さんの作る、夕ご飯の匂いが、なんだなんで匂いという匂いがなんだろう、流れてきてちょっとコロケーションがわからない。まあとにかくね、ちょっとそういう美味しい匂いがもう家具につけてですね まあ気持ちいいなと思ってたわけですよ、グタグタはい、まあね、そんなことで夏といえば夕暮れ時といえば少年時代ということで、これから、暑くなってきましたけれども、また気持ちは子供に戻ってですね、また時の気持ちを取り戻せるんじゃないかなと思って楽しみにしてます。ですね、この番組では、リスナーの皆様からのメッセージもお待ちしております。来週のテーマはですね、アルバイトでございます。アルバイト、自分がこれまでやってきたアルバイトの話でも OK ですし、他の人がやっていた面白いアルバイトでも OK です。まあね、ちょっとあんまりディープでダークなのはちょっと紹介しきれないと思うんですけれども、例えば僕の父は学生時代青森で過ごしてたんで、青森といえばリンゴですよね。リンゴのこう受粉作業っていう、こうなんだろう、めしべから花粉をなんかなんだろうね、耳かきの僕が想像するにね、耳かきの上についてるこう綿みたいなやつでこうポンポンポンってやって、おしべにつけ、逆だ、おしべの花粉をめしべにつけていくみたいな作業をやってたそうなんですけれども、まあとにかくアルバイトにまつわるエピソードをお待ちしております。宛先はですね、メールアドレス ryoggu0406 @yahoo.co.jp、 @の前を無理やり読むとリョック0406となります。ryoggu0406 でリョック0406 @yahoo.co.jp ですね。メッセージを、送る際はラジオネームをお忘れないようにお願いいたします。それではですね、今週も最後までお付き合いくださってどうもありがとうございました。それではまた来週。